通うマノル中堅高校の大学合格実績を見ていました。今の成績だったらマーチは無理ね。きっとマーチを受けても受からずその下の大学部で滑り止まる感じよね。先生、名学独国部、その大学群は関西では聞いたことのない大学群でした。母は早速 YouTube で調べてみました。あ、歌とダンスが強烈で内容が全然入ってこないんだけど。先生、名学独国部、先生、名学独国部と歌いながらマスクドブラザーズが登場して説明が始まりました。きっとこれは良い大学群なんだわ。チャンネル登録よろしくお願いします。ネットで調べてみても東京で育っていない母にとって先生名学独国部がどんな大学群なのかいまいちピンときませんでした。そこでやはり生粋の東京人に聞いてみることにしました。娘が先生名学独国部に行く気がするんだけど関西ではあまり聞かないんだよね。どんな印象の大学群なの？え、あと受験まで3年もあるんだよね。もう先生名学あたりかなって決めてしまったの？え、そうだけどなんか問題あるの？あ、いや、決断早いなって思って。先生名学独国部は関西ではあまり有名ではないの？うん、知らないよ。安倍さんの大学は関西でも有名だよ。でもそれ以外はほとんど聞いたことがないんだよね。関西学院が関学って略されるみたいに明治大学の正式名称が明治学院なのかなって思っていたくらいだよ。え、田舎者は名学も知らないの？名学はマーチを受ける人なら必ず受ける閉館校なんだよ。結構いい大学なんだけど、中学受験では少し簡単だからね、狙い目で人気なんだよ。本当に今まで知らなかったの？うん、知らなかったよ。関西ではなかなか聞かない大学なんだもん。だから中学受験の時に考えておかなかったよ。それは残念なことをしてしまったわ。で、独協大学はどんな感じなの？え、独協も知らないの？外国語の学部がいけてるんだよ。あと医学部もあるんだよ。へえ。関西では独協大学よりも日東駒線の方がよく聞くんだけど、どちらが賢いイメージなの？え、そんなの独協だよ。独協はそこそこ難しい大学って感じで、日東駒線は有名大学って感じだよ。え、日東駒線じゃないの？うん、独協だよ。まあ独協大学は人気の学部と人気のない学部の偏差値の差がすごいんだけどね。へえ、知らなかった。母は東京の大学を知らなすぎたようです。そして家に帰ってからも先生名学独国部を調べました。三教科に絞って全てをかけようかとも考えました。あ、今日の若手 TV は明治学院だわ。これを見ないと。友人の東京人たちが推す明治学院がどんな大学なのかずっと気になっていました。その明治学院の動画には綺麗な女子と陽キャ男子しか登場しませんでした。母は思いました。陰キャの娘がこの大学にいる姿が思い浮かばない。若手 TV の島根大学の動画や広島大学の動画を見た時には娘がそこにいる気がしたんだけれど、やはり娘が目指すのは田舎国立なのではないかしら。母は三教科に絞ることをやめることに決めました。いいねボタン、コメント、いつもありがとうございます。